滝川弁三1 9 0 8年頃、立川弁三大正14年1月12日は、日本の実業家、政治家で、神戸市実業界の中鎮。1884年、神戸で起こしたマッチ製造会社が成功。製品切り者は、数々の会社を吸収して、東洋マッチ株式会社と改名し、弁3は、日本のマッチ王と呼ばれるようになる。神戸のガス、水道、 電気、執工などの公共事業にも参画し、また挙手を投じて、滝川中学校を設立した。神戸商工会議所会頭、貴族院多額の大勢者議員などを歴任し1925年没、去年75、嘉永4年11月21日超不藩死、滝川清の次男として生まれた。陽名は百十郎、通称は竹熊。 源氏元年6月修道場に入学、明治元年4月報告隊に入隊し、北越戦争に参戦、12月藍津戦争に勝利後帰郷したが、兄、滝川六郎は1869年2月、長岡で戦死した。明治3年5月大阪海星学校に入学し、英語を学んだ。明治4年10月東京に留学したが、明治6年1月父の病死により帰郷し、 3月3日、家督を継いだ。1873年6月神部電信学校に入学。1874年7月、梅田駅電信係。1875年8月、三宮駅電信係を務め。1878年2月、帰郷し、3月鶴見駅に配属。12月福島郵便電信局に赴任した。 1879年5月退職し、故郷で家財を売り払い、6月から1880年6月まで、神戸外国人居留地12番国フラー紹介に、勤めた後、兵庫新城で、マッチ製造会社機吉引社を起こし、10月吹き合い、加納町に10日間を新設した。当初は、日本製マッチの品質の悪さから輸出が伸びず、1884年には、 一旦途絶えたが、1885年上海への輸出が成功し、香港、南洋諸島へと販路を拡大した。1892年5月イギリスウィリアム・ダフからの原料自家輸入を開始した。1892年8月兵庫中道通り2丁目。1894年10月17日、津波郡、鈴木町に工場を新設。 1895年7月、土域四松の雲井通り二丁目工場を買収。1896年9月11日100、佐紀と塩の水明け一丁目工場を買収して、滝川合名会社を設立して社長に就任した。1897年9月27日、伊豆田米の工場を買収し、麦商法との共同出資で両引きり合し会社を設立、社長となった。 1901年3月20日、滝川合名会社を予備切り合子会社に合併し、4月23日用紙に、立川義作に社長の座を譲った。1903年4月1日、下沢通り2丁目に生館工場を開設し、10月20日から12月10日まで、上海、関東、香港、シンガポールを外遊した。 1904年3月18日本城王道町及び中河内郡長原工場を買収12月1日沢田製米の大開通2丁目工場を借り受け王林マッチの製造を開始した1905年4月27日仙南郡佐野村工場1907年4月17日山形雄三郎の北海道製熟工場を買収し 日本マッチ軸技株式会社を設立した。1910年6月から7月まで、実業観光団の一員として、朝鮮、満州、清を視察し、7月オムサロ、門別、大局、東仏の各工場、古梅、もことさ山の伐採場を視察した。1912年元年10月1日津軍郡、井村。 1916年1月8日、下沢通り6丁目に工場を新設した。8月26日、立川マッチ株式会社を設立し、11月、増資して、東洋マッチ株式会社と改唱、1918年4月20日相談役に就任した。日本商業銀行取締役、帝国水産取締役、東亜セメント取締役、 神戸新宅取締役、兵庫電気機,機動取締役、神戸電気鉄道監査役、兵庫倉庫社長、採用比較取締役、新鋭取締役、報告セメント相談役、太平洋海上保険取締役社長、日本家織取締役を歴任した1918年1月11日財団法人兵庫中学校を設立し、 4月1日から1920年7月1日まで校長を務めた。1893年1月10日から1902年1月25日まで港東区会議員を務めた。1895年4月20日神戸市会議員に当選、1901年5月27日から1903年9月3日まで神戸市名誉職産次会員を務めた。 1915年1月21日から1918年9月30日まで、貴族院多額納税者議員を務めた。1925年1月12日生、田町本邸で、納一血により死去し、夢の墓地に葬られた。方法皇は、随行院伝説得、広四前大古寺。1926年8月、桂八一により長府町笑山寺境内に、 明公費が建てられ、1927年2月8日、福田お洋により立つ川中学校校庭に教像が建てられた。滝川家伝来の経図によれば、先祖は、大友政高賀郡大原氏で、大原忠し計16世、孫失義が滝氏を称した。天文18年11月、徳川家康に従いする河国に移り、江戸時代初期、その孫あたり町は、松江藩。 堀尾忠春、山和新城藩、桑山修理助に仕え、遠方8年12月28日重直が、江戸で、長府藩猛律のもとに仕えた。その孫助政が、滝川氏を名乗り、久坂へ、氏、松室の次が、弁三しようとされる。ありがとうございます。